挙の今後の長野市どう考えていくのか、それを考えていくのも自分の市長の責任だと私小泉さんは考えます。例えばここ長野運動公園にもオリンピックの施設アクア運営、ここは国政会場でした。こういったものをどう活用していくのか、どう考えていくのか。 MAL ホワイトリング松間も出しました。若さと文化会館、この3つだけでも年間で2億円からの長野市にどっちの赤字が発生しています。これをこういった建物ハードウェアをどのように維持していくのか、努力していくのか、頑張っていくのか、これも十分考えていかなければいけないところではありますが、私小泉一馬が訴えたいのはむしろソフトウェアとしてのオリンピックの遺産の活用、そしてこれを用いた経済効果、これについてであります。欧米ではオリンピックショーというイベントが盛んに開かれています。オリンピック好きな方世界中に日本中にいるんです。オリンピックのコレクター、そういった方々は世界中にいます。そういった方々が喜ぶような展示、そして特売、あるいは愛好者同士の交換の場所、そしてもちろん選手、オリンピアンたちとの触れ合い、こういったものがオリンピックショーというイベントであります。欧米では盛んに行われておりますが、日本で開催されたという話はあまり聞きません。東京でも札幌でもやっていないなら長野がやろうじゃありませんか。オリンピックのコレクターに喜んでいただくようなイベントやりましょう。観光していっていただきましょう。そして泊まっていっていただきましょう。観光供給額を大きく増やすことができるんじゃないですか。オリンピックムーブメントの伝承と経済効果の発展、これは両立できるし、長野市がやっていかなければいけないことだと私小泉さんは伝えます。そもそも長野市はオリンピックという大事な文化としてのソフトウェア大事にしていないんです。 MWEB にオリンピック記念館という展示施設がありました。今はオリンピック記念コーナーという施設として名前を変えてお茶を濁しています。私小泉一馬の質問により、このオリンピック記念コーナーが誘導品展示品についてろくな整理もできていない現状、これが明らかになっています。映像施設なんかは壊れれば壊れっぱなしなんです。そして週に2日しか行事開催していない。札幌を見てください、東京を見てください。そして白馬村、山の内町、こういったあるいは軽井沢ですね、こういった実態の持っているオリンピックの展示施設、どこもほとんど年中夢中で頑張っているんですよ。それがオリンピックの開催した時としても誇りであり、テクトだからじゃないですか。長野市は週に2日しかオリンピックを展示せず開けていないんです。これでオリンピックの文化を伝承する役割、そしてそれを経済効果に結びつけていく役割、長野市に果たせるでしょうか。こういった点きちんと次の長野市長になろうとされている方、考えていただきたい小泉さんの主張であります。おはようございます。